どう？オーナー君。デッドアライブエクストリームヴィーナスバケーション第12回公式生放送、隊長さん、オーナーさん大集合、アトレスとヴィーナスのコラボパーティー。さて本日はコロプラより配信中の武装カスタマイズアクションゲームアリスギアイギスとのコラボ情報を中心に、デッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションの最新情報をお届けしていく、そんな生放送となっております。さあというわけで、一番初めにちらっと見えましたけれども、本日にぴったりのゲストのお二方に自己紹介していただきましょう。はい、お前、あれ、もう一人、あ、では隊長のお前今日はみんなでとことん遊んでもらうからな。はい、カンナ役の大空直美です、よろしくお願いします。そしてオーナーくん、それに今夜は隊長くんも私と一緒に飲み明かしじゃなくて楽しみましょうね。はい、玉木役のオニソールです、よろしくお願いします。めちゃくちゃそらそらがサービスするから、あ、わしもやんなきゃと思って、めっちゃ恥ずかしかった。サービスしてた、サービス満載だった。なんかこのヴィーナスバケーションのキャラで、なんだろう、生身を映されてセリフやるの結構恥ずかしい。あんまりないよ、ね、手前が出てて裏でやるから。そうなのよ、だからちょっと本当は絵出しといてほしい、カンナ出しといてほしい特別、今日はね、特別の放送だからね、そういう台本だからやったけどちょっとメンタルゴリって削る。はい、頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします。お願いします。初っ端からサービスになるんですけれども、はい、このお二方との組み合わせ初めてですよね。そうです、確かにですよね。で、大西さんは前回は、うん、あの昨年の11月に開催されました、はいはい、ドアフェスで出張版の公式生放送が行われたんですけど、うん、その時以来そこでもなんか、うん、あの生朗読みたいなのをしてめちゃくちゃ恥ずかしかったのよあ、だってセリフが結構セクシー要素が満載じゃない。そうなの、そうなの、なんかあ、うんみたいな感じだから、玉木は特にね、はい、最高だからちょっとね、めっちゃいいね、玉木はちょっとね、しかもご自身抜いての状態ですもんね。そうなんです、そうなんです。じゃあそして大空さんは、はい、昨年の5月に確かカンナちゃんがね、そっか、はい、そんな前でしたっけ、ヴィーナス諸島に、はい、そう遊びに来ることになりまして、その時以来、1年ぶりぐらいってこと、うん、すごい、そうそう、何もですよね、はい、そうです、うん、そうです、すごいですよね、久しぶりですよ、はい、久しぶりに来たらちょっとスタジオの様子がだいぶ変わってそうだよねちょ、やばいですよねこれえって、はい、今回はですね、この背景、ね、あのアクトレス の, あのアリスギアアイギスのコラボということで、ね、このようなセットになっております。皆さんいかがですか、すごいやなんか戦えそう今日はね、え、この嘘あ、本当だ、椅子浮いてる、すごい、ちゃんと浮いてる、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 本当だ、なんか、なんで物を外してんだろうって、すごい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 、浮いてる、浮いてる、浮いてる、やばい、やばい、初めからのテンション爆上げですけれども、今日ずっと横向きでやりたい、これやってやろうよ、絶対に最後までそれやっててくださいね、足ビッキビキになっても絶対お願いしますね、いい、いい、これさてですね、今回もですね、あの同じく今までと同じく公式ツイッターにて放送と連動いたしましたリツイートキャンペーン開催いたしております。こちら、はい、生放送配信リツイート、配信ツイートのリツイート数が放送時間中に1000リツイートを超えますと、10連ガチャ1回分の V ストーン、無償 V ストーン5000個プレゼントいたします。でさらに今回はですね、なんと、うんうん、2000リツイートを達成するとアリスギアのスカウトポイント200もらうことができます。わお、
そうです。なので、はい、ぜひね皆さんで協力して、うん、この2000リツイートも達成してまいりましょう。こちらですね運営コメントのリンクから飛ぶことできますので、うん、ぜひ皆さんリツイートよろしくお願い。マジかやるわってすごい。しかも現在もう600リツイート。もうがっつり皆さんどうぞよろしくお願いいたします。でまた今回もハッシュタグ VV 生放送で投稿いただきましたツイートが随時このように画面の下は、はい、このようにね映るようになっていますので、あれこれさっきのあ、そうそうそう、せっかくなんで大空さんもちょっとね、はい、ツイートしてみてください。ここに出てるけど新たにあ、ネタないですか。ネタ、ちょっと私もね、じゃあこれをポチッと。サウィなんか面白いこと言ってよ。ちょっとひどくない？ひどい絡みなんだけど、この方初めのオープンの時もすごかったですけれども。VV 生放送いつもこんな感じなんですか。いつもこんな感じです。あ、マイクが、マイクがすごいから。VV 生放送今ハッシュタグつけたよ。今夜は浮遊しながらお送りしてます。あ、それいいな。それいいよね、だって浮いてもね。確かに、見て見て、めっちゃ浮いてるもんね。お送りしています。こんな感じでね、表示されますので。あ、ほんとだ。で、このコメントとか、あと他にもね、ニコニコのコメントとか、みんなで、出演者のみんなで見て、いろいろね皆さんと楽しんでいきますので、ぜひ皆さんたくさんコメントお願いいたします。つぶやいた？つぶやしました？出えへん。1000人リツイートキャンペーン、なんともう1000人超えたすごい。超早い。みんな早速ですね、なんだっけ、無償ブーストを5000個ゲットとなりましたが、今2000人が浮遊すごい。はい、というわけでね、そう、このように本日はね浮遊しながらずっと足を上げたままお二人には楽しんでいただきたいと思いますので、しっかりと皆さん監視しておいてくださいね。というわけでですね、ぜひです、皆さんもたくさんコメント楽しんでください、ね、これまでで、ね、最速ですよね、リツイート。すごい、みんな驚いてる、はい、さあ、そしてですね、それでは早速この後の企画ご紹介してまいりましょう、うん、はい、このようになっております。今回はもうコラボということで、うんうん、ありすぎや食も満載でございます。どうですか。いいよ、撮影会入ってるよ。来た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 。これしないと帰れないから、ね、大好きよ大好き。そう、めっちゃなんかアクトレスアクトレスっていっぱい書いてあるわ。本当だね、すごい、嬉しいな。はい、皆さんもこのねコラボ満載で楽しんでいただきましょう、うん、さあ、それではですね、まずはデッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションが一体どんなゲームなのかご説明してまいりましょう。琵琶湖のバカンス開幕。ヴィーナス諸島のオーナーとなって南の島で女の子たちと思い出作り、強さと美しさを競う女神たちの祭典ヴィーナスフェス。島全体で開催されているビーチバレーのフェスを勝ち抜き、女の子たちと急接近。女の子たちを着飾って撮影を楽しもう。女の子と二人きりでの撮影、タッチしてリアクションを楽しんだり、時にはいたずらも。あら、いたずらも。さあ皆さん、まずはデッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションのことをお分かりいただけましたでしょうか。さあ、それでは早速カンナちゃん、はい、最初の企画参りましょうか。のう、わしの写真はあるのか。あるんじゃろ。第3回ヴィーナスフォトコンテスト結果発表。あるのかな、どうなのかな。どうでしょう。ということでですね、2周年を記念して行われました第3回フォトコンテストの結果発表を行ってまいります、うん、テーマはキュート部門とセクシー部門の2部門となっております。最優秀賞に選ばれました方には10連ガチャ100回分の無償 V ストーン50万個を贈呈いたします。50万個、間違えてないですよね。50万個、ほら50万個ですよ。なんかインフレとか起こさない。大丈夫多分大丈夫みたいな。大丈夫みたいです。これぐらいじゃビクともしないみたいですよ。50万個ですよ。でもちろんですね、優秀賞に入賞者にも、V ストーンもちろんプレゼント贈呈いたします。さらに今回から最終審査としてユーザー審査を実施いたしました。最優秀賞に選ばれた作品に投票した方にも抽選で V ストーン獲得のチャンスがあります。素晴らしい。もうすごいですよね、 V ストーンだらけで。すごい。また開発審査のみで決定いたします V
ーナス賞ペア賞を新設、うん、惜しくも一次審査を通過できなかった中から18人の女の子それぞれあるいは2人1組となった女の子の魅力を最大限に引き出していると判断された作品をご応募いただいた方に無償 V ストーン1万個を贈呈いたします。1万個あら太っ腹よ。さあそれでは早速こちらの発表です。まずはヴィーナスショーから大空さんがゲストということでカンナの作品を見てみましょう。こちらです。あー来ました、カンナちゃんの作品ありましたよ。じゃああっちの島にも行ってみたいのじゃ。だってそうです、かわいい、オーナーの名前はイルミオーナーです。イルミさんありがとうございます。おめでとうございます。好奇心旺盛だから、うん、そうですね、うん、若干の野望も垣間見られませんか。あっちの行って行ってみたい。あとなんかこの衣装もまたこうなんか赤くてこう海と合ってていいですね、うん、確かに素敵、こだわりが垣間見られますよね。嬉しいなじゃ、手が届かない。このさ、このさなんていうのスリットスリットみたいな、なんかちょっとなんかこれとこれ、ね、そこ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 がたまらん。だってさ、そこにもリボン結びあんだよ。なんかそれって一体何を結んでいるリボンってか。確かに。あ、パンツ。水着ですよ、全部。水着。パンツじゃなかったよ。水着だ、水着です。危ない危ない。あー、すごいな。素晴らしい。ねこのシーンもそうですし、あと色も全体的に赤くまとまっていて、うん、おしゃれ感も出てて素晴らしいのではないでしょうか。よきよき、おめでとうございます。ありがとうございます。さあというわけでですね、このように各女の子の賞を受賞いたしました18作品、うん、それでは一気に発表いたします。どうぞ。はい、まずは6作品。たまきも入ってる。かわいい。この水着、はい、あの前にイベントで出させていただいた時にキュート部門、そうドアフェスで、ね、はい、最優秀賞に。わーわー、脇のとこ開いてるの、すごい。確かに本当だね、よく見たら。どうなってるの。オーナーさんが、うん、あのデザインをしてくださって、結構ねこちらの水着で応募された方多かったらしいですよ今回。そうなんだ、そうなんだ。いいな。浴衣のあの花火のあの味噌汁オーナーも作品とっても好きで、はいはい、確かに渚ちゃんがねちょっとちょっと恥じらいってる感じの。やっぱこんなにさ胸元をバカって開いてる浴衣なかなか見ないんだけど。そうですね。すごいな。すごい刺激的ですね。さあ続きましてこちらです。はい、こちらの6作品もです。受賞しております。ちょっと待って、右上バナナはおやつに入りますか。バナナ持ってる。そうバナナ持ってる。そんなのあるんだ。すごいや。あ、私見ちゃダメだからね。マコさん、あー、かわいい。コーナーのやつとかもすごい。こうやってこんなんできるんだ。なあ、こういうシーンになるようにいろいろと頑張ってらっしゃったわけですよ ね、 素敵ですね。こうやって見たらなんかいろんな作品種類作れるんだな、やっぱりって思いますね。つまりお二方ともできるんですよ、あの撮影の時間に。本当は。え、本当、うん、だから今回頑張ってみましょうね。ちょっとやるやる、ちゃんと勉強した方がいいですよ。わかりました、今回頑張ります。楽しみ。さあ続いてはこちら、うん、はい、こちらになります。あ、ナムナム。どうしました。ナムナムオーナー。あれ、これすごいっすね。え、これでも水着なんですか。水着ですよ。水着、こういう水着があるんですか。そうです、全て水着です。水着、そうです、そうです。あとなんか、うん、OFT オーナー、なんていうの、うん、オフトオーナーなのかな、うん、仕事してなくない、水着。これ水着。大人気の泡もこ、泡泡だね、うん、はい、汚いよ。いやいや、水着です。あ、そう、泡を成分としたお水着ちゃんになっておりますから。すごい、はい、素晴らしい。さあそれではですね、うん、もうすでにびっくりのいろいろな作品ございましたが、うん、続いては2人1組となった女の子の魅力を引き出しましたペア賞を発表いたします。ペア賞に輝いたのはこちらの作品です。はい、魔法オーナーの姉妹のひとときです。おめでとうございます。いい、なんかもう正統派な
美しい写真で送っていらっしゃいますね。コメントもまたこう愛が溢れているの。姉と妹でお休みを言い合うあやねとかすみが好きでこの二人を撮ろうと思いました。微笑んでるかすみと顔が見えないあやね、でもお互いの色の種子をつけてるあたりきっとあやね。ああそういうこと。あ本当だ、すごい、本当だ。どんな表情で話してるんだろうこの瞬間。確かになんかそこに想像の余地を残してるのもなんかうまい感じがする。秀逸ですね。素晴らしいですね。はい、さあというわけでご紹介してまいりました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではキュート部門とセクシー部門の優秀賞と最優秀賞を発表してまいりましょう。おまずはキュート部門の優秀賞。キュート部門優秀賞に輝いたのはこちらのお二人です。あはい、メテオオーナーの星空と美咲、そしてホイチオーナーの朝あなたを待つ時間です。おめでとうございます。おめでとうございます。メテオオーナーの方もそこね、こう窓からね見える、はい、見えてる。あ、オーナーを呼びに来て再び外へと向かうシチュエーションをイメージしました。こっから連れ出して外でベランダ、あそういうドラマが見えますね。ねなるほど、こっちも妄想いろいろ膨らみますね。レベル高いなってコメント来てますよ。コーチオーナーの作品名がこういろいろ想像、はいはいはい、朝あなたを待つ時間ってすごくないですかこれ。もう文学や文学なんか映画とかのタイトルにありそうじゃないすごい、ホイチさんはすごいよなとか、あとホイチさんに投票しましたっていう風なコメントもありました。皆さんもね、投票にね、されてます、うん、そうなんですよ、はい、全て妄想です。はい、うん、さあそれでは続きましてセクシー部門の優秀賞を発表いたします。セクシー部門優秀賞に輝いたのはこちらのお二人です。ええオーナー姉妹でお風呂、そして紫セイバーオーナーのハロウィーンの誘惑です。赤いんやろ、赤いんやろ、どこら辺もないの。すごいな、言葉を失っている。やっぱこの泡の水着はやはりすごいですね。そうね、いやでもハロウィーンの誘惑もすごい写真が撮れましたって偶然の産物のようにあのシンプルなコメントがいいですね。てかさ、セクシー部門のオーナーコメント短くない？見て感じるよって、もう、ね、もう欲望のままにもう撮ったみたいな感じすごいなー。キュートでもあんな長かったのに、セクシー部門はもうなんかもう本能ガンみたいな、ね、そうね、すごい感じろよっていう感じにも現れてますね。すごい、おめでとうございます。さて続いては2人1組となった女の子の魅力を引き出したペア賞を発表いたします。ペア賞に輝いたのはこちらの作品です。ペア賞じゃない、最優秀賞だ。あーごめんなさい、なんかページを間違えてしまってた、あれめくれてなかった、ごめんなさい。はい、失礼いたしました、聞き直しまして。では、いよいよ最優秀賞の発表に参りましょう、うん、まずはキュート部門の最優秀賞を発表いたします。キュート部門最優秀賞に輝いたのはこちらの作品です。おー、あらー、王子オーナーのあの空の向こうへです。おめでとうございます。歓声が上がりました。いいじゃない、なんかすごいセクシーな水着着てるのにすごい爽やか、わかるですね、あ、うん、ですね、なんか強いですね、なんか一眼レフで撮ったみたいな感じの雰囲気があるわ、まるで商材みたいってありますね。
すごい。お尻とかすごいライン見えてるけど爽やかだもんな。ねえ、絶妙ですね。そうそう、やっぱりマリーは強いっていう風にコメントいただいてるんですけど、実は過去のこのフォトコンテストでもマリーちゃんは最優秀賞に選ばれてるんです。第1回も第2回もこれも第3回も。絵になるのかしら。なんでなんだろう。しかも全て青空の元の撮影で受賞してるらしいんですよ。なぜかたまたま、もちろんオーナーの方は全員違うらしいんですけれども、違う、映えるのかな、ね、ブルーに金髪みたいな ね、なんかこうグラデーション なんだ、コントラス ト, ラスト出てこんかったでしょ、コントラストなのかな、被写体として、すごい爽やか、爽やか、見てるこっちも気持ちが良くなってきますよね、本当に。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。最優秀が50万か、50万今お金かと思って今ドッキリしちゃいました。Vストーンが、はい、そうなんです。でもね、今はキュート部門です。次、セクシー部門もありますから。え、大丈夫ですか。え、ボットってこと大丈夫ですか。確かに優秀賞もすでにね、だいぶでしたけど、ね、これが期待なのではないでしょうか。最優秀どうなっちゃう。さあ、それでは最後はセクシー部門の最優秀賞を発表いたします。セクシー部門最優秀賞に輝いたのはこちらの作品です。あー、 EV オーナーの教師演舞です。おめでとうございます。おめでとうございます。こっち、あ、たまきそう。全然私もう漫字にしかならんのだが、おかしいな、もうちょっと見たいかしたですかね。どうしても無理、やっぱたまきじゃないと。すごい、いかがですか。マンジがこんなセクシーになるなんてすごい。まあ、マンジ違うから。そっか。これちょっと薄めで見たら、あ、確かに。これ薄めで出てます？いや出てます。いや、何も水着がね。え、どういうこと？なんかこれ、泡の紐？泡水着。ふわもこフォーム。ふわもこフォーム。泡が取れてきたらこんな紐みたいな線が見えてくるの？そうなの。最大覚醒で、はい。可能なんですよ。薄めにできるの泡を、あの風をこう送るとここまでいけるんだ。泡がふわふわふわって飛んで、ここまで飛ばせるんだ、はい、あとこのなんか躍動感ね、そう、すごいな、表情がいいですね。これなんかあの話聞いたところ、どうやら通常のこの目をパチって開けてるのがもともとで、まあ時々まばたきするわけなんですけれども、多分まばたきをしている瞬間の程よい加減の瞳の、なるほどね、艶やかなね、そうです、捉えたのではないかという。だって3次元だったらともすればなんかちょっとブチャイコみたいになるタイミングってことでしょ。そうそうそう、それなんてね、絶対 NG 出すやつ、そうだよね、美しく撮れるんやで、素晴らしい、こんなに、まさに教師演舞、教師なめ生めかしい姿、教師、そして艶やかな、はい、素晴らしいですね、はい、美しい。さあ、というわけで皆様おめでとうございました。おめでとうございます。こちら各賞を受賞された方、そして最優秀賞作品に投票された方の中から抽選で100名の方にはプレゼント贈られますので、皆様お楽しみにしていてください。以上、第3回ヴィーナスフォトコンテスト結果発表でした。さあ、ここでですね、リツイートキャンペーンの速報来ました。なんと1894リツイート。早く、早い。まだ30分経ってないですよ。え、早っ。もう行くよこれ。行くよこれ。行く、行って、すごい。これは楽しみですね。期待していきましょう。でもね、大体ね、このあともうちょっとっていうところで止まったりするんで。そうだね。みんな油断して。ダメダメ。油断してる。もそうだよ。そのパターンですので。頑張れ隊長とか。頑張れ隊長パワーすげえって。油断しないで最後まで楽しんでいきましょう。さあ、それでは続いてのコーナーはこちらです。隊長くん、もう一回行くわ。隊長くんもオーナーくんも私が教えてあげるヴィーナス&アクトレスのコラボ勉強タイム。すごい。ちょっとごめん、最優
秀賞取って浮かれ浮かれてた。すいません失礼しました。浮かれちゃいますよあれは。浮かれちゃった。さ間違えてもめちゃくちゃセクシーになっちゃう。なんとか保った。よかったよかった。ということでここからはですね、まもなく始まりますコラボの前にデトアラブエクストリームビーナスバケーションとアリスギアイギスそれぞれのゲームにつきましてクイズをしながら勉強しようというコーナーになります。頑張りましょう。さあですね、そもそもですねどんなゲームなのというオーナーさんもねいらっしゃるかもしれませんので、うん、そんなオーナーさんにも分かるようにアリスギアアイギスについて簡単にご紹介いたします。まずはこちらの映像をご覧ください。公式ツイッターフォローしてね皆さんお待ちいただければと思います。すごい情報が飛び込んでまいりましたけれども ねちょうどいいタイミングなのではないでしょうか、うん、というわけでオーナーさんたちもねなんとなくゲームの雰囲気つかめたかと思いますのでここからは早速ですが最新情報をいってまいりましょう。先週島田文兼さんが作成いたしましたキービジュアル第1弾公開いたしましたよね。皆さんご覧いただいていますか。ですが、なんとですね、第2弾もご用意していただいたそうです。皆さん、こちらご覧ください。出ました。右側が第2弾となります。左側が第1弾ですね。なので右側のこの、はい、こちらの作品が、はい、今回初公開かわいいかわいいとかって来てるキャーだって本当だ、ね、はい、文兼先生のタッチでこう佇んでるのがおってなりますよね。コラボならではだ。かわいいですよ。前回のかすみとね楓のキービジュアルが月が浮かぶ夜だったのと対照的に青空の下楽しそうな2人がとても可愛く仕上がってるかと思います。またそういえばマリちゃん、うん、マリちゃんだって。そうですね。で、うんうん、青空の下ですね。すごいですね。いろいろ繋がってますね。なんか確かにさっき見たのとリンクしてた。さあこちらねコラボの詳細情報は番組後半でお届けしてますのでお届けしますので皆さん楽しみに待っていてください、うんうん、さあところでですよお二方はあの、はい、アリスギアの女の子も演じられてるわけですよね。そうなんです。演じてます。ですよね。で、デッドアライブエクストリームビーナスバケーションでは玉木を演じている大西さんは、はい、アリスギアアイギスではバージニアグリーンベレーとして、はいはい、そしてデッドアライブエクストリームビーナスバケーションではカンナを演じられている大空さんは、はい、アリスギアアイギスでは愛川愛花としてご出演をされております。そうです、はい、さあということでまずはそれぞれの演じるキャラクターについて勉強をしていきたいと思います。まずは大西さん演じます女の子の紹介です。自己紹介してもらうのはバージニアグリーンベレーです。ではまずは
バージニアから一言いただけますか。隊長、さっきから鼻の下伸ばしすぎじゃない？ま、気持ちはわかるけどね。はい、おお、かっこいい、爽やか、うんうん、でも可愛らしさもあってなんかいいですね。さあ、ということで改めましてバージニアちゃんですけれども、対バイス兵器アリスギアの装備適性がある女性アクトレスなんですよね。はい、はい、まあ、もうちょっと細かい説明としましてはですね、はい、アメリカ仕込みの凄腕シューター、アメリカ仕込み、身長は166センチでございます。結構高い、結構高い。そして誕生日は6月19日、大型、私も大型でございます。同じでございます。そしてですね、趣味がトレーニングと言語の習得。趣味な、習得が趣味ってすごいですよね。なんとですね、はい、日本語、はい、ジャパニーズ語は複数の方言まで含めてマスターしてますよ。マジっすか、方言、なんでやねん。なんでやねんって、なんでやねんも習得してるんですか。そうなんですよ、まあ、スゴーデシューターっていうだけあって、はいはい、まあ、シューティングゲームが好きだったりとか、 あと結構なんかね、ひょうひょうとしてて明るい感じの女の子で、冗談とかもね交えて喋ったりとかする、そんな感じの女の子です。おー、うん、さあ、それでは皆さんお分かりいただけたかと思いますので、うんうん、ここで第1問です。趣味が、早速バージニアちゃんの趣味はトレーニングですが、うんうん、それでは玉木の趣味ではないものはどれでしょうか。あ、玉木の趣味じゃないものね。そうです、選択肢を見てまいりましょう、ね、このようになっております、はい、ヨガ、バーガヨイ、ボルダリング、対戦格闘ゲームということで、それではですね、はいはい、ここはですね、はいはい、大空さんに答えていただきたいと思いますので、はい、考えてみてください。なんかね、コメントがね、4しかない、ね、でも、なんか今4なのかな、なんかいいボディラインしてるし、そうだね、なんだっけ、モデルさんかなんかやってたんだけど、なんかやっぱこう意識高いこと、うんうんうん、ヨガ、バーガヨイ、うんうん、なんか酔っちゃうみたいな感じ言ってたから、うんうん、バーガヨイもしてるんだとか、ボルダリング、うん、だから皆さんも4って言ってるし、決めた、うん、心、それでは、もう4って言ってるし、大空さん、回答をお願いいたします。これだ、ディン、4、いかがでしょうか。あー、やっぱり決めてきました、おめでとうございます。すごい、本当に良しかった。それではですね、正解の確認を兼ねまして、玉木のプロフィール確認してみましょう。こちらです。はい、このようになっております。わお、女くんの好きにしていいよとか言うの。いや、言いますよ、それは。やばそれ、言いますよ。全然カンナと世界観違うのがね。世界観は一緒、世界観は一緒。おかしいな、こんな感じ。でだってキャラクター性がね、全然こうまた違う方向性だからね。そう22歳なの。そうなのよ、意外と。ちょっと待って、やだな、私やだな、ごめんなさい、すいません。確かにおっさんくさくなった。22歳エイヤンはダメでしたね、ごめんなさい。すいません。さあ、というわけでね、正解は4番の対戦格闘ゲームでした。さあ、それでは玉木から視聴者へぜひともメッセージをお願いいたします。ねえ、オーナーくん、隊長くんも私のことをどう思う？ねえ、嫌い？それとも…よかったよかったよ。初期ですよ、それとも好きって好き言わないところが、確かにね、オーナー君と隊長さんに言わせたいっていうね。暑い、暑いわ、暑い。ここからね、大空さん、はいはいはい、ここから大空さんのターンです。続きましては、はい、大空さんが演じるキャラクターの紹介参りましょう、うん、はい、デッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションから大空さん演じるカンナにまずは自己紹介していただきましょう。オーナーのお前も隊長のお前も今日からわしのものじゃ。さあ、みんなで一緒に遊ぶぞ。
ございます。確かに全然方向性が違う。いやもうだってもうカンナはものすごく本当にファンタジックな存在なのでちょっと皆さんも見ていただいたかな、さっきこうプロフィールでもう出てきたけれど、さあカンナのプロフィールこのようになっております。すごいでしょ、人間界の1014歳だよ。だから年上なんだから玉木ちゃんより。本当だね、1000ぐらい、1014歳。好きなものすごいですけどね、リンゴ飴、たこ焼き、コーラ、あ、そうなの、結構お祭りがすごく好きだから、うんうん、リンゴ飴食べたりとか、うん、そんな感じの女の子でございまして。身長ちっちゃいんだね。そう、すごく小柄だから、うん、結構なんだろう、あのオーナーのことをお前って呼んだりするんだけど、うんうん、ちっちゃいからこうなんかこう目線があれみたいな、どこにいるんだろう、あ、下にいたみたいな演出もあったりとかして。なるほどね、小柄なね、可愛らしい鬼っ子です。玉木とカンナだったらもうまさにそれの世界ですよね。確かに、私169あるから玉木がね、すごい私ってえ、あともう20センチ違うの。あ、そんな違うのね。すごい違うね。さあ、それではですね、続きましてはアリスギアで演じられています愛川愛花ちゃんですけれども、はい、愛花ちゃんの紹介の前にここで第2問です。愛川愛花の正しくない説明はどれ。お、はい、1番ハンマーを振ります、うん、2番年齢が1014歳。3番回復すぎるを使用できる。おかしいな。4番すごい猫舌ということでね、愛川愛花ちゃんの正しくない説明どれかな。難しいですね。すごい、ここはですね、大西さんにすごい頑張って考えていただいて答えていただこうかなと思うんですけれどもね。難しいよ、難しいですよね。でもなんか見た目可愛いからハンマー振り回さないもそうだし、すごいよ、いろんな数字来たよ今回は、みんないろんな数字書いてる。もうすっごい猫舌っていうのもなんか理解できる気もするし、すごい、私こんなね、そこで1014歳って可能性もあるよね。そうだよね、でも3番の可能性もあるな。どれだろう、正しくない説明ですからね。1個だけあるんだね。では決まりました、はい、じゃあちょっと頑張って答えていただきましょう。正解は何でしょうか。すっごい考えた結果これ2番、はい、正しいかどうかお答えいただきましょう。ドン。あー、そりゃそうや。すごい嬉しい。1014歳膨らませすぎちゃったね。すごい、まさかのまんま出てきましたね、うん、振りかなってぐらい、うん、さあ、はい、というわけで正解はね2番でした。カンナの特徴でしたね、はい、さあ、それでは愛川愛花ちゃんのプロフィールご覧いただきましょう、はい、このようになっております。身長一緒ぐらいだよ。お、145cm、小柄ですね。1センチ違いぐらい、ね、並んでほしい。どういう感じになるんだろう、2人が並んで。ちょっと小柄な少女、ね、同士でございます、うんうん、かわいいでしょ。なんかね、趣味とか見るとカンナちゃんと全然違うなって、うん、そう確かにこれお花が大好きな女の子なんですよ、うんうん、もう本当にお花が大好きな女の子って心綺麗でしょ、うん、その通り心綺麗なんですよ彼女は。そう、なるほどね。あとね、趣味も見て可愛いの、お花を育てることと可愛い服を着ること、見てくださいこの衣装可愛いでしょ。可愛い、この衣装も襟にお花ついてるね。そうなの、本当にお花大好き。さっきの選択肢でハンマーを振り回すとか出てきます。出てきませんかな。確かに。でもね、愛花ちゃん結構ここには載ってないんだけど、はい、結構泣き方とかに特徴があるから、はい、ぜひちょっとアリスギアプレイしてどんな泣き方するのか。どんな泣き方するの。泣き方すごいってみんな言ってますね。あ、ちょっと言ってた。擬音で表せないのみんな。ちょっとね、どんな感じ。どんな感じ。どこに触れるかって聞いて。これもしあのフルボイス化したらどうしようかなっていう感じ。グワンドブワーって書いてある人がいる。本当それ。ちょっとすごいあの泣き方があるから。ちょっと。ウィーウィーウィー。どれが本当。ウィーウィーが多いよ。みんな。大変なことになってる。ちょっと再生するとどうなるのかしらみたいな泣き方。あ、そうなんだ。まあいろいろ皆さん気になるかと思いますけれども、はいはい、それではですね、愛川愛花ちゃんからも一言お願いいたします、はい、隊長、南国って憧れますね。野生化したプルメリアとか見られるのかな。めちゃくちゃ可愛いよ。すごいいい子なんです。
です。お花にやっぱり詳しいし、そんなに可愛いのにすごい鳴き方するって本当に想像できないけど。そうなの。どう発音したらいいのっていう感じの。いや発音なさってる方ですよね。いやもうでもちょっとねまたフルボイス化したらいいなと思って。そうですね。はい、さあというわけでですね、ここまでお二人が演じます4人の女の子をご紹介させていただきました。ね本当どの女の子も可愛いですよね。ぜひ皆さんゲームで遊んでみてください。うん、気になるね泣き方もチェックしてみてください。泣き方。さあそれではここで最後の問題です。アリスギアアイリス、デッドアライブエクストリーム、ビーナスバケーションともにちょっと変わったイベントが多い点も共通点として挙げられます。うん、それでは問題です。両タイトルを通して実際に開催されたことのないイベントのサブタイトルはどれでしょうか。開催されたことがないです。ない3つは開催されたことがあるんですよ。あるってことだね。どれなんでしょうね。でもなんか やばそう。父を訪ねて暴走半島とかさ。それはね、アリスギアの方でありそうだな。秋の収穫祭、新米何個食べられるとかすごいよね。ぜひね、コメントでもね、オーナーさんもそうですし、そしてアリスギアアイギスのプレイヤーさんもそうですし、ね、協力し合ってぜひ導いていただければと思います、うん、お部屋方を。もう1と3はアリスにあるよとか、ね、そうだろうね。2はあったなっていうのはある。何どれもなんか4か、4番が一番なんかありそう、普通そうなやつなのさ。普通そうだね。4番かな。およそれではね、今回はね、お二方ともそれぞれ自分の思った答えを挙げていただきたいと思います。はいはい、うん、それでは回答をお願いいたします。せーの、でん。お、2人とも両方とも4番ということで、正解はどうでしょうか。普通だもん。どうどう。えどうしたの？え？本当？おっと、違うということで、なんとですね、なんと実は全部開催されてるんです。はぁ？ふざけんなよ。はい、皆さん、ご覧ください。なんだよ。はい、このようにですね、ガチで両者ともに、これらのイベント開催いたしております。イラッとするな。なんだよ。でもやっぱ父がアリスギアだったことはなんか嬉しいわ。やっぱそうだねって。え、ほらほら、みんな印象的にこう脳裏にこうね、しっかりと焼き付かれたんじゃないですかね。このワンコも平和な感じかと思ったけど、ちょっと危ない。本当にやちょっとやべえ、やべえはやべえんだ、普通って言ってたけど、やべえはやべえんだな。そうね、うん、すごい豊かな発想、豊かな発想をね、開発の、両ゲームともにやってますよね。なんのごらはい、というわけでね、デッドアライブエクストリームビーナスバケーションとアリスギアにはね、それぞれ個性的なイベントが定期的に開催されていますので、ぜひ皆さん両方とも遊んでください。以上、ヴィーナスとアクトレスのお勉強タイムでした。さあ、ここからは最新情報をご紹介してまいりましょう。まずはですね、よいしょ、はい、ここからはですね、アリスギアアイギスとのコラボ情報を、そしてデッドアライブエクストリームビーナスバケーションの最新情報をお伝えしてまいります。まずは開催中のイベントのご紹介です。はい、こちらになります。オーナーをダメにする女神ことさゆりさんが再登場のトレンドコーデガチャと、あと昨年5月に登場して以来大好評の SS レア水着ハーフセイルが再登場の懐かしコーデガチャを明日3時59分までに開催いたしております。もうね、皆さんご存知かと思い、あ、さゆり欲しいわっていうコメントもありますね。はい、開催中です。懐かしコーデガチャの SS レア水着出現確率はビーナスガチャに比べまして3倍となっているんです。ですので、ぜひ皆さんやってくださいね。さあ、続きのスライドをお願いいたします。はい、オーナー、あれ、はい、今日はですね、ほのかちゃんの誕生日というわけで、誕生日をお祝いいたしました。誕生日ガチャやイベントが今日から1週間開催いたします。3月の誕生石アクアマリンが天使の石とも呼ばれていることから、海の天使ことクリオネ風のデザインとなっております。背中のちっちゃい羽が可愛いデザインとなっておりますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。またスキル覚醒ジェムが続いていますパックは明日まで
となっていますので、こちらもお見逃しなく。これ重要ですからね、さあそれでは次はこちらです。明日3月25日水曜日、メンテナンスから玉木女天狗の SS レア水着アバンチュールが登場いたします。生放送記念懐かしコーデガチャ開始いたします。初回10連ガチャが無料、さらにその後も1日1回無料でチャレンジできちゃいます。デッドアライブ6でも登場いたしましたアバンチュールは人気の水着となっておりますので、皆さんお見逃しなく。さあそれではですね、いよいよここからはお待ちかねのコラボ情報となります。まずはこちらをご覧ください。マリン頑張ります。わーい、ふつつかものですがよろしくお願いします。こんな日が続くといいな。イベント見てるだけじゃつまらないですよ。ほら行きましょう。ちょっと恥ずかしいけどいいよ。ほら少しだけドキドキします。仕事ですから。チャンスじゃ、任せろ。どうだ、わしはディティールにこだわるぞ。ちょっと刺激が強すぎかな。あもうみんなざわざわざわざすごいことになっておりますけれども、何が起きてたの、ざわざわされてますね。さあということで、お待ちかねありすぎアイキストのコラボが来週3月30日月曜日15時から開始いたします。楽しいよ。さあそれではですね、 PV の内容を改めてスライドでお伝えしたいと思うのですが、一応皆様このタイミングでお知らせしておきたいと思います。先ほどのリツイートキャンペーンで2000リツイートを達成したらプレゼントいたしますスカートポイントの配布が完了しておりますので、はい、ぜひですね、ちゃんと受け取っていただければと思います。まだゲーム始めてないという方はね、早速始めていただければいいのかなと思いますので、はい。さあというわけで流行ってきてるありがてーです、はい、さあそれではですねスライドに戻りましてご紹介してまいりましょう。はい、まずはこちらです。今回は2種類のアリスギアのスーツが SS レア水着として登場いたします。まず第1弾は SS レア水着アリスギアバーラタです。3月30日月曜日15時から開始するアリスギアコーデガチャシラタ、あ、したらごめんなさい、アルスギアリス、すいませんアリスギアコーデのガチャですね、したらにて登場いたします。 SS レア出現確率はヴィーナスガチャの3倍で、登場する SS レア水着はアリスギアバーラタのみとなっております。こちらね、 PV にもありましたけれども、スキル覚醒最大でギアが装着できます。さっきのバレーボールのところのやつ、はい、めっちゃなんかもうみんながざわざわしていた、この後ろでコメント面白かった、邪魔だろう邪魔だろう使ってて、はい、こちらスキル覚醒最大で、はい、装着できます。さあそしてですね、翌週4月6日月曜日からは第2弾がスタートいたします。第2弾 SS レア水着はアリスギア名教止水。なんかね、カンナちゃんの場合はね、聞き覚えあるのかもしれませんけどね、前回のいらっしゃった放送で名教止水のあのアイテムをガッガッてつけてたんですけれども、皆さんも、ね、見てる方は思い出して、これ偶然なんですよ、ちなみに。そうなんですね、たまたまなんですって。そうなんだ、はい、別にそれね合わせたわけでもなく、すごい運命ですよね。はい、このねアリスギア名教止水なんですけれども、4月の6日月曜日メンテナンス後からアリスギアコーデガチャ楓にて登場いたします。
SS レア水着、 SS レア水着出現確率も同じく3倍で登場する SS レア水着はありすぎや名教止水のみとなっております。もちろん最大覚醒でギアが装着することができます。そしてですね、この2つの SS レア水着をゲットして女の子にギアを装着させたいというオーナーさん、たくさんいるのではないでしょうか。いやはい、そのオーナーさんに両方ございます。なんとギア装着までには最大にするまでスキル覚醒させる必要があるわけですけれども、今回はスキル覚醒しやすくなっているんです。次のスライドをどうぞ。はい、こちらですね。まずはコラボ SS レア水着アリスギアバーラタ、そしてアリスギア目強止水でのみ使えるスキル覚醒ジェムが登場いたします。その名もスキル覚醒ジェムアリスギアです。期間中7日間ログインすれば1個入手できる特別なログインボーナスもあります。さあ、そしてですね、さらにアリスギアとのコラボ SS レア水着アリスギアバーラタ、そしてアリスギア名教止水はなんと対象の女の子によらずスキル覚醒に重ねることができるんです。なのですでに最大覚醒し終わった女の子のコラボ SS レア水着を手に入れたとしても、うん、他の女の子のコラボ SS レア水着のスキル覚醒の素材として使うことができます。そうなんです。そう、驚いてる方もいますかね、うんうん、はい、できますのでとってもお得となっております、うん、はい、あのね、いつもだったらその女の子の水着は他の女の子の水着に確定として使うことができないんですけれども、今回は使うことができるようになってるんですよ。なのでね、なんといっても今回 SS レア水着の出現が3倍となっておりますので、この機会、はい、お見逃しのなく、すごいな、ぜひ皆さん頑張ってください。頑張れ。はい、というわけでね、ぜひ推しの女の子の SS レア水着を最大覚醒してギア装着しました女の子を撮影してみてください。それでは次のスライドお願いいたします。はい、こちらになります。コラボ SS レア水着をゲットした女の子専用の撮影スポット、バーチャルハンガーが開放されます。ここだ、私たちがいるところ。同じやつだ。そうです、そうです。こちらね、女の子をぐるりと見渡すことができる特別なスポットとなっております、うんうん、こちらは後ほど撮影コーナーでもご紹介しますからね。はい、皆さんお楽しみに。他にもコラボ限定の武器のような小道具をゲットすることができます。こちらギアと合わせてセットするとフィギュアのようにかっこいい撮影が楽しむことができます。次のスライドお願いいたします。はい、イベントを遊べば家具やコラボ限定 SS レアデコブロマイドなどコラボアイテムをゲットすることができます、うんうん、イベントで集めましたアリスギアシェルを使ってシェルシューティングをすると確実で入手できます。アリスギアメダルを集めることでもバーチャルハンガーなどの特別なコラボアイテムをゲットすることができます。アリスギアコラボ SS レア水着を応援している女の子に着用させますとトレンド効果でもらえるアリスギアメダルがアップしますので、ぜひ皆さん SS レア水着をゲットしてシェルシューティングに挑戦してみてください。さあ、まだあります。最後のスライドお願いいたします。はい、こちらコラボ期間中にアリスギアアイギスとデッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションをそれぞれ遊んで一定のミッションを達成するとお得な報酬もらえるキャンペーンも開催いたします。さあ、というわけでね、皆さんぜひ両方遊んで素敵なアイテムを手に入れましょう。以上、最新情報でした。それでは続いてはこちらの企画です。オーナー君にならどんなポーズでもしてあげて、ヴィーナスのコラボ撮影会。はい、さあ、やってまいりました。すごい、すごい出ちゃった。いいよいいよ、盛り上げてこう、盛り上げてこう。ちょっと盛り上がっちゃってごめん。ここからはアリスギアとのコラボ水着を着たカンナとタマキを撮影しまして、その魅力をお伝えしてまいりましょう。けた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 。ここで撮影いたしました2人の写真はですね、 VV アルバムというものに使用されまして、後日ですね、今後の放送のゲストの方に見られる可能性もありますので、はい、見られちゃう。ちょっと頑張って撮影をしてください、お二人とも。はい、はい、よろしくお願いします。それではゲーム画面お願いします。はい、出てまいりました。まずはですね、カンナちゃんの撮影から参りましょうか。はい、お願いします。じゃあちょっとね、ポジション整えてね、こっちやろ。はい、うん、で、
早速ね、浮いておりますけれども、頑張るのじゃ。お、すげー浮いてるな、はい、あ、すげー浮いてるって言ってる、浮いてる、ちょっと操作するね、はい、じゃあまずは、せっかくなのでギア装着します。え、ギア装着したい。 してできますよ。する今回できますよ。ちょっと一回ちょっと、あら、あらららら、ちょっと一回ちょっと、おお、早速、あ、ちょっと、なるほど、ちょっと私のマジ顔が映っちゃうちょっと待って、しっかりと映ってますよ。すごい、あ、なんかかっこいい、あ、なんかいい空間だな。ちょっと下に回りたいみたいな。下に回りたい、あ、なるほど、さすが、ね、あの浮いているだけあって、ね、はい、いろんな方向、全方向行けちゃうよ。できますね、確かに、ね、じゃあちょっとね、装着しようかな。そうですね、うんうん、まずはテレテテ、はい、どこだっけな、違う、上から2番目だ。上から2番目からこいでなかったかな。あ、まずはそうだね、武器を装着はそこです。そこで武器があるんですけれども、あ、今一番上になかった、はい、一番上だった。あ、左から2個目だ、ここで、いやー、はい、じゃあご覧ください。ポーズのところで武器を装着することができます。バン、こうやって、大空さん頑張ってセクシーにしてあげてっていうコメントが来てますけれども、ツイッターのコメントで持たせたわ持たせちゃったから、で、はい、上から2番目の、あ、違う、上から2番目じゃなかった、すいません、上、一番下ですね、一番下のその水着の、はい、そこですね、うんうん、で、アレンジですね、アレンジ、上、一番上の右側です、そこです、アレンジで、で、一番下の、あのギア装着っていうのをやっちゃってください。みんな行くよ、でい、ドゥどうなってかっこいい、あー、ちょっと、なになになに、はい、それでは撮影してまいりましょう、はい、ちょっとこれ、これはね、ちょっと待ってね、これね、私、うん、ちょっと目線は外したいから、じゃあ今目線オンになってるので、ね、そうですね、確認して、そうです、そうです、お、いいですよ。風って吹かせるのどうするんでしたっけ。は、下から2番目の右側ですね、カメラのマークを、はい、それを上、下、もう一個上、そう、もう一度クリックしてみてください、そこ、はい、お、これ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 、そうです、それで、そのまま、あ、今、それは、間違えた、違いますね、そう、黄色い方ですね、それで、選択肢は今その状態でいいので、こう、マウスを動かすと風を吹かせることができます。よしよし、ちょっと待って、ちょっと立っていい？いいよいいよ立つね、じゃあ、じゃんじゃん撮影します。あ、ちょ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 、まあ、たくさん撮っても大丈夫ですから、もう撮り放題ですよ。なるほど、はい、えっと、ちなみにあの W を使うと時を止めることができます。なるほど、まあ、この時の場合はね、うんうん、そ、風でいい感じになった時、そうですね、ちょっと待って、ね、ちょっと行きたい角度があるのよ。お、でもね、ちょっと難しい、不器用や、フォトコンテスト思い出してください。フォトコンテストすごいっすよ、撮れてますよ、皆さん、体も一緒に動いちゃうタイプの人だよ、これね違うの、違うの、そろそろもう傾きが違うの、どうすんのこれ、大空さんがどうしたいの、いけた、いけた、これをこうしてさ、ほらほらほら、こうしてさ、まあ、ぶっちゃけ斜めにもできるんですけどね、もうゴーニーが斜めになってるんで少しずつね、やっていきましょう、うん、ポジションにね、あとね、表情をね、キリッとさせたいな、キリッとさせたい、これか、そうですね、あ、あ、あ、表情を、って私が一生懸命調節したより、これかっこいいな、この角度かっこいい、この角度、あれ、ちょっと待って、あれ、この角度かっこいいな、あれ、一生懸命表情で、で、キリッとね、怒ってる顔をちょっとこうしたい、あ、ほら、いい、一緒一緒、狙ってる感じある、どうやんのよ、え、どこは、どうしたらいいの、アップにしたらアップに、そうだ、そのまま、あ、あ、おー、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、かっこいい、さあ、時間迫ってきてますよ、え、嘘、え、あと何分で切るの、ですね、あの、はい、大西さんには
私大西さんに挑戦していただきたいので、じゃあお席をね、チェンジしましょうか。どんだけ行きたいしてんですか。すごい、戦ってきたんか。でもね、戦どうですか、これは戦い、撮影は戦いや。いや確かに確かに、それぐらいの意気込みじゃないといいものは撮れないね。でも今回大西さんまで立ってスタンバイしてる。いや、やります。もうこの姿勢でやってみますか。やってみますか。みんなのあんなね、いい作品見せられたら、そうだよ、ちょっと火ついちゃうわよ。マジですか。そうよ。じゃあやりたいやりたい、やりたいやりたい、準備。じゃあそれでは始めてまいりましょう。おでは私はこれギア装着できるんですか。できますよ、もちろんです。あのそれをしていただきまして、はい。じゃあどうせだったらせっかくだし、アレンジでしました。おあん、あ、私のやつちょっとなんかスマートな感じのやつなのね。そうですね、スマートですね。おー、すごい。小道具、あ、武器持ちますどれでしたっけ、はい、武器はですね、下から2番目の、下から2番目、はい。で、武器持ちましょう。かっけー。あー、綺麗に撮ってねって言われた。綺麗に撮ってね、だって表情は、なんかちょっと、あ、どれがいいかな。リが笑ってる。私もなんかちょっとキリッと系でいこうかな。あ、いいよ、似合うな、ね、戦うお姉さん感があるわ。いいいい。それでは撮影していきましょうかね。すごいな、なんでお尻顔やった意味顔やった意味って言われたわ。この後ろから見てる、これいいじゃんね、これいいじゃんね。何何何、おー、かっこいい。敵がここにいたのかなっていう。ちょ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 、あ、ちょ待って、むずいのよ、むずいのよ。時を止められるのか。 W で時を止めます。すごいな、時を止める能力も手にしてるんだもんな。あ、いいね。え、時止めらんないの？引っ張りながらは止めらんないの？止まってました？え、あ、止まった、あ、止まった、こういうことか。あ、違うの、後ろがいいの。あ、なるほどね、ここら辺やっぱいい、ね、アングルをね、ここ、いや、いい、さすが。あ、あ、いいよ、いいよ、いいじゃないですか。いいね、これいいね、上手、いい、めちゃくちゃいい。ちょっと撮れました、撮れました、いい、すごい、はい。じゃあね、というわけで、はい、終了。じゃあね、ちょっとね、一旦お席にね、おかけいただきまして、はい、もういい、素晴らしい、これはこちらのお席で大丈夫ですよ。私こちらのお席で、はい、大丈夫です、はい。さあ、というわけでですね、はい、まずはですね、ここでおまけの最新情報を早速ご紹介していきたいと思います。はい、スライドの表示お願いいたします。はい、ですね、明日15時から3月30日月曜日12時59分まで、淡水木ことふわもこフォームが懐かしコーデガチャとして再登場いたします。さらにカンナ、モニカ、さゆりの3人のふわもこフォームもトレンドコーデガチャとして初登場いたします。で、水着とはという常識を問う一品、こちら見逃せませんよね。ちょっとそういう感覚はあるんだね、あるみたいですよ。水着とはっていうか、よかった、はい、そう感あります、うん、その他にもコラボ前にデッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションを始めようとしている方向けに、お得なキャンペーンも明日のメンテナンス後から開始する予定となっておりますので、うん、ぜひ皆さん、はい、メンテナンスの後のお知らせチェックしてみてください、うんうん、ということで、なんでいきなりこの泡水着のご紹介がここでいきなり入ったかと言いますとですね、はいはい、今日初めて VV を見ているアリスギアの隊長さんにもこの水着とはっていうのを体感していただくために、ゲーム画面見てまいりましょう。そうです、浮いてる、この状態でなんと大西さんには撮影していただきたいと思います。いくわよ、みんな、ギア上がった、待って、この状態でさ、あの武器は持てるの、はい、ちょっとやってみましょうか。武器どこだっけ、違う、これじゃない、すごい、下から2番目、下から2番目ですね。だからさ、これで戦うのってめちゃくちゃ、あ、もう嘘、おかしいもん、おかしいもん、多分風呂入ってる時に攻め込まれたんだね、これ。やばい、もちろん黄色いうちわでパタパタパタってすると、あの泡もね、え、ほんと、ほんと、はい、できます。え、ちょっと待って、ノイズが、なんかおかしい、あれ、もう一回もう一回、なんかみんなお分かりいただけただろうか、あれなんかおかしいよ。なんとですね、実はですね、この泡水着なんですけれども、泡もこフォームなんですけど、最大覚醒すると、うん、この状態だとノイズが、うん、あの消える状態、消えることになります。今ノイズ入りましたよね。入りました、はい、なんですけど、この場所で泡もこフォームで撮影すると、最大、あ、他の水着も、あ、他の水着もでした、失礼いたしました、全部、はい、
はい、これねアリスギアの水着ですと最大学生してもこういったねノイズなんて起きなかったわけですけれどもすごくない、はい、他の水着の場合はあ、アリス、すみません、含めて失礼いたしました。すごい全てにおいて、はい、ノイズが消えますけれども、開発スタッフさんの遊び心ですね。はい、ノイズが消えるというわけで、これ、けっ、ちゃちゃちゃ、皆さん分かりました？ちゃちゃちゃ、おちりも、おちりも、おちりもプルってる。プルってる。皆さんぜひね、ぜひ撮影楽しんでください。すごい技術がちょっと、ちょっとノイズ立たないギリギリ行こう。うん、分かった。ノイズとのこのくらい。あ、いい。あ、すごい、すごいぞ。おー、たまらん、たまらん。これだってもっと薄くなるんですよね。泡水で濡らしましょう。霧吹き上がります。霧吹き。え、それ今やっていいんですか？やっていい、大丈夫ですか？これ大丈夫？これじゃない、これノイズ大発生。あ、もう一回押しちゃった。そっか、待って、洗濯した状態でそのままで大丈夫です。え、ちなみに、あ、薄くなってる。ダメー、ダメー。すごい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 。水着着てる。あの、体調の場合びっくりって水着屋さんからいらっしゃってる。体調さん、困惑していてから。あ、違う、武器こっちだ。一回武器外した状態で、武器すごいでしょ。まもなく終了になりますよ。はい、武器外してくださいね。そうだ、はい、武器、やだ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 。じゃあアイスクリームもっちゃおう。復刻もお楽しみにしていてください。楽しかった。楽しかったですか？楽しかった。いいね、すごいよ。こんなことすごいよ。開発のスタッフさんやべえな。やべえ、やべえ、いただきました。お辞儀しております。お辞儀しております。ねえ、今なのかな。ここに行かない。やべえ、すごいな。な方が作ってらっしゃいますからね。はい、お品のある方が、ね、はい、というわけで準備ができましたので、それでは写真見てまいりましょう。こんな感じで撮れました。はい、出ました。おー、かっこいい。かっこいい、かっこいい、すごいすごい。こんな感じですよ。あ、かっこいいよ。上手じゃない。あ、すごいすごい。超正統派、ね、うん、正統派、うん、ね、さ、これ、ね、口開いてた。口開けてるやつがね、いい、いい、いい感じですね。打った後、うん、なんかちょっとおかしいんだよな。部門が変わった。戦わせる気があんまりない。本当。あ、これやっぱいい。あ、え、これ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 良くない？これめっちゃいい。これかっこいいよね。このザザザってのがちょっとちょっとやっぱ変だな。さっきのやつシュールじゃない。だからシュールだな。すごい。どういう気持ち？ほら、なんか気持ちわかんない顔してるもん。いや、いつでも戦えるよって。なんでコラボしたのと正直懐疑的だったが、なるほど、この出会いは必然っすねって。ほら、ほら、すごい、これもいいよ。なんか開発スタッフさんの波長すごい合いそう。なんか一緒に飲みに行ったらすごい、飲みに行ったらすごい盛り上がりそう。まあ、あったからコラボしたんだろうね。そうだ、ね、うん。というわけで皆様お分かりいただけたかと思います、うん、以上ヴィーナスのコラボ撮影会でした、うん、さあ、それではカンナちゃん、いよいよお待ちかねの最後の企画ですよ。ねあ、お前なあ、プレゼント早く出さんか。ヴィーナスとアクトレスのプレゼントタイム。カンナちゃんも夢中になって見てたわけですね。そうみたい、そうみたい。カンナちゃんはそれはね、もう刺激的でしたからね。さあ、まだまだ刺激的な時間は続きます。まだ、はい、そうですよ。今回はですね、オーナーさんにゲーム内のアイテムをプレゼントすべく、ゲーム内に追加となりますシェルシューティングを実際にこなしていただきます。やった、はい、で、手に入るアイテムはこちらのスライドの通りとなっております。さあね、
ぜひあの SS レアをゲット目指していただきたいと思いますし、いろいろね当てやすくなっておりますので。みんなお寿司好きなんでしょ。そうだよね、お寿司が、すでに寿司がすごいことになっておりますけど、お寿司が、お寿司をご馳走してあげたいな。そう、うん、そういうわけなんで頑張って寿司のも SS レアもゲットしていただければと思います。それではゲーム画面お願いいたします。あ、そうだ、その前にですね、あの SS レア確定ガチャチケット2020年3月号何か気になりますよね。こちらです。改めて復習となります。こちら、はい、かな、もうオーナーさんの食いつきが素晴らしいですから、寿司以上にかな多分。はい、こちらをぜひゲット目指してください。はい、はい、さあそれではゲーム画面お願いいたします。はい、あ、できました。で、今回は合計8回、うん、お二人は4回4回で、うん、このシェルシューティングに挑戦していただきます。はい、で、女の子はね、たまきちゃんに打っていただきますけれども、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは大空さんから、はい、はい、はい、シェルシューティングいきましょうか。よしよし、ね、じゃあ操作するぞ。さあ、ちょっと待ってね。あ、動かない。これをグンって持って、ブンブンドラッグ&ドロップするとできます。ポイッ。さあ、ラーディン、ラーディン、かわいい。かわいい。あ、あ、そんな見てる。これこれ言ってる。ほら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 言ってる。頑張れ頑張れ、ドン。はい、お、なんとリンゴ飴をゲットです。おめでとうございます。カンナのために撮ったわ。そうや、カンナのために撮った。バッチリですね。じゃあ続きまして、大西さん参りましょうか。私も3回続けていきましょう。はい、じゃあ続けて、じゃあもう一回いくね。うん、え、あ、もう一度さっきのところに戻りますので、またドラッグ&ドロップして、はい、いきましょう。ノーリノーリノーリ。さあ、2回目。何が出るのか。本気出しちゃうかな。出た。あら、出ました。こちらスタミナの覚醒、解放石ですね。特大です。これ3個になっております。おめでとうございます。さあ、あと2回。お寿司は、お寿司、お寿司、お寿司出ないね。お寿司出ない。お寿司欲しいよ。みんなお寿司でいいの。あれ、SSR じゃなくって。でもお寿司は出したいね。お寿司が欲しい。あと2回。あと2回。お母さんのしつけがなっているゲストさんに対しての。すごいすごい頑張って。よし、お寿司出ろ。お寿司、お寿司、あー、お水ニーズです。 FP ダイスドリンク2個プレゼントいたします。いや、まだあと1回できるから。あと1回。お寿司、お寿司、お水は大事だよね。お寿司が足りないって言っている。お寿司、そっか。あ、もしかしてみんな私にプレゼント求めてるじゃん。よし、なんかこうドラッグした場所によってとかないかな。あなんかわかんないけど、サクサギミック的なね。そう、口元に持ってきた。なるほど。お寿司、お寿司、いけー。お寿司、お寿司来い。お寿司、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 やったー。お寿司で喜ぶゲームだったっけこれ本来。ちょっと願掛け聞いたな。くたぐとコメントみんな喜んでるの。確かに。お寿司って確かに、ね、やったー。さあ、ここからはそれでは大西さんに頑張っていただきましょう。大西さんのノルマはきっと何になったかご存知ですね。え、お寿司。お寿司だよ。え、みんなお寿司でいいの。お寿司、お寿司。じゃあ次 SS レアチケね。ちょっとみんな一気に変わってった。ちょっと一気に変わった。一気に変わった。じゃあ行きますよ。じゃあ私も口にやったらやっぱお寿司だから。あ、なるほどね。ちょっとおへそ、おへそ、おへそ、おへそ。どや、どや、どや。だ、これ不正ができないんだよな。行け。もう見てもそうだ。不正してない。SSR 行け。補助券ですね。SS レア確定ガチケット2020年3月号補助券1枚となります。すごい。ありがとうございます。補助券。びっくりした。まずはね、
補助犬ぐらいでね。そっかそっか、だんだん上げてくって感じですかね。びっくりした、もう出たかと思った、うん、すごあ、でも喜んでますね。私も出たかと思った。出たかと思った。じゃあ第2投いけ。顔顔、お、望みが叶う。どや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 。これさ、飛ばすからダメなんじゃない？一回フルで見ていいですか？あ、なるほどね。確かに、なんかそういうのあるよね。ね、あるよね。飛ばしたらダメやろみたいな。お願いお願い。あ、水ー、水、飛ばさなかったら水、水飛ばした方がいいのか。SS でやー。じゃ一回さ、なんかちょっと置いといてからやるとかさ、なんかあるよね。ちょっと連続だとちょっと、なるほどね。なるほど。ありますね、確かにそういうのね。すごい、なんか法則見つけたいな。どうしたらいいの？全然さ、顔じゃないとことか、お花とかさ、お花、お花、あ、こことかね、とかそれできんの？あと2回で出してください。 SS でやる。あ、できた、できた、できた、お花いけた。もしかしたらお花の力があるかも。お花の力、お花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 、私はお花お願い。そう、あ、なになに、これ、これ、これガチャチ系、ガチャチ系、お花だからお花しちゃったんじゃないこれ。お花でお花来るって、やっぱそういうのあんのかな、思っちゃうね。お花ちょっと、すごいみんな渋いなコメントが、まあ、そう、ちょっとお寿司を取ったばかりに、お願い、本当にお胸で、お胸でお願いします。来い来い来い、どうだ、来い、お願いよ、お願いよ、本気出しちゃおうかな。言ったよ、セリフも言ったよ、お願い、両手は揃ってないて、なんと、いやだって絶対お胸に行く人多いもん、あれ絶対お胸にポンって話すもん。違う、お胸に行ったからこう2個のお花になっちゃったんじゃない？あ、そういうことか。お胸ってことじゃない？というわけで、なんとですね、今回 SS レア獲得ゼロですって。じゃあちょっともう一回やります。ちょっと違う、あ、でもあれ言っちゃって OK ですか？あれ言っちゃいますか？何？しょうがないな、じゃあちょっと座ってください、ちゃんと。何？はい、何？教えて。なんと今回はアリスギアとのコラボということで、うん、救済企画コーナーも特別でございます。何？まずはこちらをご覧ください。アリスギアアイギス。マリーのことよろしくお願いします。隊長さん、マリー照れちゃいます。隊長さんの気持ちマリーと同じだといいな。お手伝いならいつでも言ってくださいね。そのちょっと恥ずかしいです。あのどうでしょうか？隊長さんどうですか？よろしくお願いしますね、隊長さん。準備できてます。マリー負けないんだから。一気に行くわ。マリーの発見、うん、よかった。隊長さん褒めてくれるかな？みんな賑やかですね。私も楽しくなっちゃいます。ぴょんぴょんゲーム、楽しまなきゃもったいないです。レッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションコラボ、もっともっと盛り上げるんだから。私精一杯頑張ります。すごい、はい、すごいでしょ。今回はですね、コラボ限定で追加されますぴょんぴょんミニゲームを使いまして救済企画開催いたします。やった。お二人にぴょんぴょんミニゲームにチャレンジしていただきまして、クリアできればアリスギアで使えるバージニアグリーンベレー、そして、愛花は愛花ちゃんのコラボ水着、さらには、はい、先ほど取り逃しちゃいましたよね、はい、デトラブエクセルヴィーナスバケーションのSS レア確定ガチャチケット2020年3月号1枚と SS レア水着確定ガチャチケット1枚、ここや、これをですね、これやるんですって、はい、ここやな、なんと豪華な特別企画でしょうか。はい、プレゼントいたします。はい、そうですね、今先ほど言いましたコラボ水着なんですけれども、プレゼントする水着は生放送記念に出演されているお二人に合わせて急遽制作をいたしました。こちらです。やばい、
ないですか、急遽ですよ、急遽。急遽私たちが出演するから作ってくれたんですか。ありがとうございます。 VV とあとありすぎやどちらもアイテムもプレゼントいたしますのでね、頑張ってください。それではゲーム画面お願いいたします。ここは頑張ってくださいね。もう救済、はい、これ救済ですからね。これが救済、はい、お願いします。頑張ります。はい、じゃあ行きます。はっ、はっ、はい、おー、はい、はい、すごい、はい、ブレーキ、そう、うまっ、うまっ、すげー、あ、あ、あ、やばかった、やばかった、はい、あ、いいよ、いいよ、あ、あ、あ、くそ、あ、あ、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あ、グレート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 いっぱい入れてるから、あ、グッド、あ、グッド、あ、あ、待って待って待って、お願い、お願い、あ、すごい、なんとまずは大西さん大成功いたしました。さあ、難しいわこれ、でも初見で頑張りましたね。じゃあ続いては、はい、大空さんが正解すれば、成功すれば、うん、しちゃってたった、頑張ってください。さあ、それでは始めてまいりましょう。はい、アイカでぴょん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 する、する持ち始めた。やばい、すごいすごい気合いだ。頑張ってください。怖っ、え、落ちたらもらえないの。もらえない。あ、このリプレイはスキップで大丈夫ですね。スキップしてくださいね。はい、はい、緊張してきた。頑張れ、よろしくお願いします。頑張れ、頑張れ、よかった、水着かわいい、はい、青、赤、赤、さあ、頑張ってまいりましょう。そうね、あ、スタジオ内が静か。やばい、みんな準備、いいよ、いいよ、あ、ちょ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 、しっかりとね、落ち着いて、置くわ、置くの、置くいいわよ。おー、いい、いやあ、待って待って、グラグラして、グラグラして、待って、待って待って、グラグラして、お願いお願いお願い、いいいいいい、落ち着いて、あ、待って待って待って、やばいやばい、ゆっくり、おー、グラグラ、よかったよかった、最後当たった。それでは正解成功ということで、 VV とそしてアリスギアイスのどちらのアイテムもプレゼントとなりました。しっかりと見ることができました、それではですね、実際に改めまして配布プレゼントの最終結果をご紹介いたしましょう。まずはリンゴ飴1個、そしてお寿司2つが1個、うん、そして FP 回復ドリンク2個が2つ、うん、そしてトレンドガチャチケット5枚が1つ、うん、SS レア確定ガチャチケット2020年3月号の補助券が1つ、うん、そしてスタミナの解放石特大3個が2つ、うん、さらには SS レア水着確定ガチャチケット1枚 SS レア確定ガチャチケット2020年3月号1枚が今の救済企画で見事成功いたしました。ゲットさん、まずはなりますね。作ってくださって本当ありがとうございます。加えましてね、リツイートキャンペーン達成いたしましたので、うん、V ストーンの5000個ももちろんプレゼントとなりますし、そしてですね、先ほど皆さんが湧いておりました、うん、あのコラボ水着ですね、うん、こちらもプレゼントとなります、うん、皆さんおめでとうございま す, でいます。で、今回引いたアイテムですけれども、明日の実施予定のメンテナンスで配布されますので、ぜひ受け取ってください。またアリスギアで使えるコラボ水着の実装もお楽しみにしていてください。以上、ゲームで獲得、アクトレスとヴィーナスのプレゼントタイムでした。さあ、やったというわけでね、本日の放送も終わりでございますけれども、はい、はい、まずは大空さん、いかがでしたか。いや、そうですね、なんかちょっと今回コラボって聞いて、なんかどういう世界観でコラボするのかしらと思ってたら、もうなんかどちらの気合もすごく入ってて、ありすぎはもうなんか思いっきりもうキャラクターそのものがこう プレイアブルでプレイできちゃったりとか、なんかお互いの開発チームの皆さんの本気を見てるっていう感じがして、私はどちらの作品にも出てるので、すごくなんか、いや、嬉しいなって改めて思いました。めちゃくちゃ興奮しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いてお兄さん、いかがでしたか。はい、も
そろそろもね言ってくれたんですけれども、デッドアライブもありすぎが、もうそれぞれなんかこうちょっと不思議なところで頑張ってるって言ったらあれですけどなんかねイベントとかもあんな全部やってると思わなかったですし、あの私たちのねキャラクターもまあ共通でね声はあの2人がやってますけれども、キャラそれぞれで全然あの玉木とバージニアで全然違う性格だったりとかいろんな見え方があると思うので、ぜひぜひ両方プレイしていただきたいなと思います。あとなんかもう序盤ですっかりなんかあの興奮しちゃってパーって抜けてましたけども、あの撮影したね最優秀賞の方とか入賞した方とかすごい素敵な作品だねって毎回ね思うので、ちょっと私もあの遊びに来るたんびに撮影してるんですけどなかなか上達しないので頑張りたいと思います。今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではですね、最後にブーブーアルバム作成に参りましょうか。あ、来た。今手元に持ってまいります。はい、さてどれどれ、はい、アルバムすごい。まずそもそもブーブーアルバムってね、こういう風に過去のね、いろんなゲストの皆さんからこうやってね、はい、いろいろね写真を撮ってさあというわけでですね、その中からですね皆さんにはは い, いお二人にはですね、はい、2人で1、2枚ですね。ここに貼れる量なんで、ここに貼れる量。じゃあ1枚ずつ取ってます。ああ、まあいいかな。選べばいいかな、うん。いいかもしれないですね。私がいいかな。さあ、これを決めた。もう自分のザ・ベストをですね。早い。でもやっぱちょっと泡がやっぱり私好き。他のゲストさんに見られますからね。他のゲストさんに。でもありすぎやコラボだし。あ、そっか、せっかくだもんね。ね、待って、現像したらこんなかっこいいことあるんだ。これまた始まってる感じがある。いや、あのエンディングなので。あ、決まりました。私はこれにします。はい、私はこれにします。ちょっとね、口がこうパッと開いて最後に取れた。めちゃくちゃ、もうちょっとアップにできます？あ、すごい。あ、私たちが物理？どうしたらいいの？あ、ダメだ、ピントが合わないのか。合わないのか。この顔めちゃくちゃかっこいいのよ。オッケーオッケーオッケー、映ってます、映ってます。顔見て。いい感じ。これに決まりました。はい、ありがとうございます。さあ、ということでこちらですけど、後ほどゲストのお二人から写真のコメントをいただきまして、このブーブーアルバムに貼っていきたいと思います。さあ、ということでですね、アリスギアイギスのコラボや、あとアワビ釣り再びなど、うん、ますます目が離せません。デッドアライブエクストリームヴィーナスバケーション、今回のね、今日の放送を受けてたくさんのアイテムも配布されますので、今回初めて知った人もぜひプレイをしてみてください。そしてアリスギアイギスの方も皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日の生放送も以上で終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、足がそのまんまだ、向いてる。行かなきゃ。ありがとうございます。